ご当地グルメの火付け役としても知られる富士宮焼きそばがニューヨークに初めて進出。予定よりも早く売り切れるなど好評でした。富士宮焼きそばを求めてマンハッタンの一角にできたこの行列、長いですね。中には地元のアメリカ人の人も列に並んでます。The texture is more like, the pasta that Americans like to eat. So I think that they'll enjoy it. 21日、ニューヨークのストリートフェアに屋台を出店しましたが、開店前から行列ができ、800食近くが売り切れました。富士宮焼きそばはもちもちとした食感が特徴ですが、麺のつなぎに使われる卵白を使った食品を輸入できないなどの規制から、専用の麺を開発して運んできました。